はい、最初は10センチぐらい折った方が上ですね。で、今回は角の編み方なので、すっ飛ばしません。飛ばしましょうか。まあ後で早送りを。一回でいいね。で、ここが結構ね、遊びがこの1個目があるんで、ここからギュッと押して人差し指でここを裏側を押すとこっちから出てくるので、これをまた押す。そうするとここが開かなくなります。ここがね、まあ、角の編み方なので、ちょこっと編んで角を編もうかなと思ったんですけど、まあ、せっかく編むならちゃんとかごを作ろうかなと思って、すみません遅くなりました。 ここから底の今編んだところから押して、人差し指で押して親指で押す。はい、角です。角、ここはまだ角じゃないな、次が角ですね。ここまでは普通に編めるんです。そうです、次が角です。ね、はい、ここがこうなるんで角ですね。引っ掛け方は普通ですね。普通に引っ掛けます。引っ掛けますっていうか、引っ掛けます。引っ掛けて通して、で、中指、右の中指、右利きなので、で、この今の角になる部分ですね、を裏から押して、で、ここ今できているこのコマをギュッと上に立ち上げなきゃいけない。こっちに来る。え、こうですね。あとはちょっとずつ寄せて、ここが開かないように、では親指で反対側に押してあげて、そしたら左手の親指で上に上げて、右手で今度この青を押さえてあげて、左手で引っ張る。そうするとここが、どこが、ここが三角、これが角になりますね。とにかく人差し指、人
き手の人差し指で下に押してあげて、反対側で親指で上に上げる。ここも一緒、人差し指で下っていうか裏側に押してあげて、今度は親指で引っ張るです。あとはまた普通に角に行くまで編んでいきます。ちょっと違うんですよ、半分より広いなっていう感じなんですけど、半分より広いなっていうブラウンと半分よりちょっと狭いなっていう、これはなんだ、紺なんですけど、出来上がってからね見る分にはだしは気にならないので、まあ気になる人はいると思いますけど、ギュッとここを引っ張ってここに隙間ができないぐらいの編み方で編んでください。ギュッて引っ張るとこれだけ隙間が空きます。そういう時はちょっとまた詰めてもらって、まあこれもめちゃめちゃ開かない限りはここが間延びしたような感じにはならないんで、はい、それでは2個目の角になります。1個目の角がここ、2個目の角になります。もうこれは別に1個目を見ても2個目を見ても編み方は一緒なので2個目までで読めますね。普通に引っ掛けます、上に向けます、間を通します、ちょっとずつちょっとずつ引っ張ります。そしてここ、この伸びてるところをこの伸びがなくなるぐらいにここを押さえて、人差し指で上を押さえて下にやって、ここから上に引っ張ります。反対側もっていうか青い方も頭を押さえて、頭を押さえて右手で押さえて左手で引っ張ります。もうここで三角になってます。よいしょ、大きい紐と小さい幅が全然違いますけど三角にはなります。ということで2個目です。これでいいのかな。ということで四つ畳の立ち上げ角の編み方を終わりたいと思います。すいません、たったこれだけで終わるのにこんなに時間がかかってしまって、ですね、はい、以上です。三角ですね、と右角もちゃんと三角になってます。ありがとうございました。これが完成したらあげないかな。頑張ってください。